ません。あとはこうなんかなんでそこを押してるのみたいなところを押す人もいますよね。意味のないところというかなんなら危険部位で押しちゃダメなところとかありますね。なんかこう皮膚を引っ張るような角度が突っ張らせる人いますよね。ここで言ったらこうじゃなくてこんな感じというかそうそうそうなんか筋肉も何もあったもんじゃないようないや普通にそれは引っ張られて痛いよっていう。皮膚の痛みとか計算してない人多いですよね。なんか強く押してって言うとその強くやってくれるけど皮膚を引っ張りながら強くやっちゃうから、そっちが気になっちゃいますね。だから皮膚の擦れで痛いみたいな。中に届いて効いてるんじゃなくて、普通に表面が痛い。だからある程度表面はこう、緩ませながらというかたわませながらやらないと。そうですね。ここはだから遊びを取るとかなんかこう、あれですよね。ちゃんと。ピンと張った状態じゃダメですよね。たるませてっていうのをうまくやらないと。ああ、なんかくすぐったいような嫌な感じが。くすぐったい。だから多分そっち悪いんですよ。ああ。私分かったんですけど、左足の足首がなんか良くないと思うんですよね。はい。だからなんか。左足のそのすねのあたりとか、張りやすいと思った。あれじゃないですか、その、今まで内股気味だったのが、お腹大きくなってきて、ちょっと外股気味になって、そうすると、こう開くじゃないですか、こんな感じで。で蹴り足がこういうふうに蹴るようになるから外側疲れやすい。こう今までこう蹴ってたのが若干こう蹴るようになるんですよ。外側にお腹が大きくなると外開きになってさせられちゃうんですね。蹴り足が外側を使うようになる。ああ分かった。私の夫はお腹が出てるからあんな足蹴るんだ外に。多分男性の場合は結構男性はガニ股多いから、多分そういう人多いと思います。だから男性こっちの張ってる人なんか結構もううつ伏せに寝せた時につま先がもう外に向いちゃう人結構多くないですか？いますいますいます。足首高くなるしってやつです。浮いた状態でぴょってこう。でそういう人だとやっぱりこの外側が疲れやすい傾向にありますよ。そうですね。そっか、そんなそこ痛くなかったもんな。だからやっぱりその足開いちゃってるんじゃないですかね。そうですね。あ、そう、足ね閉じにくいんですよ。はい。なんだろう、寝てる時とかもなんか足すごい開く方が楽で。まあそれはお腹大きくなったからじゃないですか。そう、カエルみたいな感じ。普段そうでもなかった。そんなことな、そうでもなかったです。そんな。股関節から広げたい感じはなかったんですよね。なんか多分圧迫されるっていうかなんかいろいろ具合がお腹の逃げ場がないからそう広げないと多分広げてスペースを確保してるんですよね。そうです。あ痛いよ。あそれそこなんかもう指に響く。私って土踏まず小さいですか？小さいというのはアーチがアーチが浅いというかちょっと扁平っぽいです。いや大丈夫です。大丈夫ですか？なんか足の裏がとにかくなんか痛くなりやすくて、体重増えたからだなと思って。でもまあもともと若干足裏ジンジンしやすいのはあったんですけど、なんか言ったら「アーチが小さいんじゃないですか」みたいな言われたんですけど、そうかなと思って。そうでもないですよね。そうでもないと思います。足の形自体はそんな問題ないですよね。問題ないと思いますね。そうですよね、別に指もなんか内側向いてるとか外側向いてるもそんなないし、ないです。はい、じゃあ反対に。はい。何したらいいですかね。指を足指を鍛えた方がいいのかな。動きが激しいですか。激しい。あのね、体が浮かないんですよ。あのね、体が重いの。お客さんなんかでもこう、はいじゃあ仰向けって言うと、はいって言ってずるっと言って、タオルを持ってる。ベロンって。いるいるいる。いやでもね、多分それね、体重いんですよ、きっと。まあそんな昔で丁寧になんか帰ってくれないからね。そうそう、すってできない。多いし。あ、そうそうそう。だから意識もこうちょっと眠くなってきたりしちゃうから、気使えない。体も重いしね。はどうですか？そんなに痛くないです。なんか硬くもないですよね、そんなにね。いや、こっちの方が硬いかもしれない。え、そうなんですか？なんか意識的にはなんか入ってるか。あ、そこは硬い、そこは硬い、それは硬いですね。この辺硬いですね。今って一応全コースやってるんですか？あ、うん、はい。降りるとかやります。でもあんま入ってないですね。そんなに来る人そんな多くないですよ。なんか、まあそうですね。私が割と基本コースの人を受けてるかもしれない。あとなんかお任せとかにしてくれる人も多いので。はい。新しく始めたコルギとかはもうお客さん入ってるんですか？あ、ちょいちょいですね。あのコルギでコースまだ作ってないんで、はい、あの他をやるときに一緒にちょっとやったりとかって感じですね。はい、ああこっちの方が全然楽だ。あ、そうですか。でもこっちの方が硬いですよ。感覚鈍くなってるんですね。なるほど。そうなんですね。こういう横向いて足をこう上げるエクササイズみたいになるじゃないですか。そんなの別にいくらでも何回でもできるわと思ってたんですけど、はい、この体型になってから10回やけるのが辛いんですよ。もう、重くて重くて。そんなに変わるんですね。変わるんですね。まあ、だから筋力も落ちてるんでしょうね。まあ、あの、前引っ越しする前は私階段が家にあって、よく上がるようにしてたんですよ。だからあのそんなにどっか行って動くっていうことしてなくても、家の中で結構足の上げ下げとか多かったんですね。ところが今は、階段ないんですよ、家に。だからあの家でゴロゴロしてると本当にゴロゴロで終わっちゃうっていうか、動いてないんですよね。あの上り下りがあるかないかってすごく大きいと思います。はい。ああ痛い。俺がこの仕事をしてて、その年を取ってきて、どこが衰えるかって、俺一番お尻だと思うんですよね。わかる。階段の上り下りなんかも。そのお尻だし。そう。だから年取ったら階段の上る機会を作る。た方がいいですよね。がないと足上げないから中殿筋なんかが弱まってくると、こう片足立ちがバランス崩れて、そっちの方が問題なんですよね。たくさん歩いたりしててもお尻の筋肉って落ちてるんですよね、あとは腸腰筋なんかも鍛えられるんじゃないですか、鍛えられますね。階段の一段飛ばしとかすごくいいですよね。いくらその平らなところで距離歩いても、足をしっかり上げてないと鍛えられないですからね。そうなんです。だからそのよく、寝たきり症候群って寝たきりになり予備軍検査、みたいな、あるんですけど、自信持ってる人ほど引っかかるってだから激しく動かすとかたくさん歩くとか、っていうのと、そういうこうバランスを取るとかじーっとできるっていうのも全然違うんですよね。片足立ちができなくなってきますよね。そうそうそう。だからなんかよく動いてるのに腰が痛いとか、ある人は結構それですよ。腸腰筋が弱ってるとかね。本当にお尻重要ですよ。お尻ね。日本人ってそもそもお尻がちっちゃいですもんね。なんだっけ、そのお尻がでっかい国の人たちと比べると、腰椎のその反り方がちょっと違うらしいんですよね。なるほど。だからそれでまたそのお尻の大きさと反り具合でまた変わってくるんでしょうけど。内転筋なんかも弱いらしいですね。だから歪みやすくて、姿勢が悪い人が日本人に多いのは、そういう骨格的筋力的問題っていうのを聞きました。だから意識的に鍛えないと落ちやすい。お尻なんかは意図的に鍛えようと思ってやらないと。ない。後ろにね切り上げるとかね。ちょっと前に。それこそなんかお尻だと締めるとかね、やらないとダメですね。そうですね。膝の間にボールを挟んで、そうね、ぎゅーっと潰すとか、そうですね。そういうのをやらないと、そういうのもやろうってなんなきゃやらない必要ない動きですもんね。リハビリとかなんかそういう機会でもない限り日常生活では大動きですよね。まあこんなことここで言うのはどうかと思いますけど、あとはセクササイズですよね。そうなるとああいう動作の中にはダンスとかね、エロごと系かダンスとかそういうやつですよね。やっぱ娯楽系なんですよね、どっちかっていうと。日常生活の効率的な動きの中ではいらないものが多いっていう、でもそれができてないと排泄力とか全部弱っちゃうっていう。そうですね、だから尿漏れとかはね全部そうですもんね、もう怖いよ。いやちょっとだから体はねプロポーションの問題もありますし、普通にそういう日常生活の中でも困らないためにね。そうですね。